2月のパチンコ収支の結果発表と、はい、毎月これ大喜利コーナー、はい、プレゼントコーナーですね、はい、やっていきます。はい、行きます。はい、来ましたよ。来ましたね、お待たせしました。はい、さあ皆さん、2月どうだったか、はいはい、よろしくいきます。はい、もうまあ企画しちゃいましょう、ズバリ。はい、2月はい、652,775円です。あー、素晴らしい。最高収支出ました。だよね、最高収支だよね。最高収支です、りっちゃんね。はい、よかった。ということで、なんと、今月のプレゼント額は7000円ですね。もう 1,、はい、1位7000円でいいですか。1位7000円。あー、そうか、1位7000円にしよう。1位7000円、うん、総取りで。総取りで、はい、はい、この方をプレゼントしますね、あのギフト券を。はい、はい、そうしましょう。はい、うん、ということで、大喜利、はい、うん、いきます。はい、お題は、お題、はい、います。はい、ですね、まあ、明るい話題がいいと思うけど、はい、うん、明るくないか、明るくないか、明るくないか、全然明るくないか。はい、お題、はい、あら、俺ってパチンコ依存症、なぜそう思った。パチンコ依存症だと思った瞬間の大喜利ですね。パチンコ依存症。じゃあ例題言いますね。例題言う。じゃあ振り。あ、俺の答えの。ええ、また。はい。今日これで終わりますんでね。はい。違う、ずるいすぎ。あら？俺ってパチンコ依存症？なぜそう思った？派手なお店で行列が並んでいるのを見て、パチンコ屋さんだと思っちゃうでしょうか。あー、これは確かにすごいあるあるね。面白くはないけど、確かにあるあるですね。あるあるです。面白くないんだけど、うん、マジ結構ラブホとか見るじゃん、韓国の場合。いや、僕は多分ないです、今回。芸人なんだからやっとけよ、そこは。やって、もう振ってくれって言う、そういうふうに。いや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 、振ってくれって。まあいいや、どうぞ。あ、OK だね。はい、はい、じゃあ行きますよ。はい、あれ？俺ってパチンコ依存症かな？その理由は？どうぞ。風が来た時に、あの当たり確定って思っちゃう。まあ、お気軽にあの応募していただければと思いますので、はいはい、で2回コメントしたらね、最後にコメントした方に最後になりますのでね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、詳細に関してはね、また同じように1枚 の、 ページでつけておきますので、はい、最後の方にね、はい、それ確認してくださいませ。はい、はい、という感じです。はい、はい、じゃあまたまた、バイバイ。